私は公務士科学の研究者ですので、公務士材料の循環を使うことによって、地球上に存在している空気、窒素とか二酸化炭素や海水といった無尽蔵な原料を使って、環境循環型の公務士材料を作り上げていくという研究をしていきたいと思いますし、そういう社会を作り上げていきたいというふうに考えています。私の研究は高分子の構造物性を中心とした研究テーマでして、主にアミノ酸と呼ばれる構造を構成単位として、それが数珠状にこうつながっていったような高分子材料の新規材料設計というものを研究しています。新しく作り上げていった高分子材料が、自然環境中でよく分解するですとか、蜘蛛の糸のような非常に高いタフネスを示すですとか、そういった新しい環境に優しい高分子材料を作り上げるという研究をしております。私は博士課程の学生時代に高分子の結晶構造解析という分野で学位を取りました。そのため学位を取った後に新しい高分子を合成するという技術が全くなかったので、そういった中で限られた20種類のアミノ酸から高分子を作るだけでかなり多様な物性を体現できるタンパク質というものに非常に魅力を感じました。そこでそういったアミノ酸をつなげることによって新しい高分子を作るという技術に着目して、学位取得以降継続して研究を進めてきたという経緯があります。はい、私の研究は地球と人に優しい高分子材料を作るということに着目して研究しています。